とんでもないニュースが入ってきましたね。皆さんこれご覧になりました。大量のどんぐりをクマがかわいそうだからということで、これハイキングコースにばらまいたんじゃないかというね、そういう話なんですけども、これね、誰がやったかわからないんですけども、これなんかちょっとね、あれと似てませんかという気がしますね。はい、まずはこれニュースなんですけども、これ FNN から撮りますよね。はい、この人はなんかベテランとこう登山家らしいんですけどもね、まあ異様だよねということで、こんな光景一回見たことないと。まあそれは当然でしょうね、危険に仕方がありませんもんね。でこのような形で大量のどんぐりがですね、ハイキングコースですよ、山のね奥深く山中にあるとかね、人が行かないところにあるんだったらまだわかりますけども、大量のどんぐりがこれハイキングコースにあったと、どう考えても人為的なものになるんですけども、当然これテレビとしましてはね、なんでこんなところにあるんだということになってきます。はい、そして今私が言いましたように、これ人気のハイキングコースということで、これ場所は御殿場市になるんですよ。はい、これでね、記者が行きました。でありましたね、大量のどんぐりが散りばめられていますということで、まあ、数は1000個以上、これね引きの画像もあったんですけども、1000個じゃ私聞かないと思いますね。とにかくとんでもない数が人為的にばらまかれているというのはほぼ確かだと思いますね。でこれこういうね、富士山のまあまあ中腹といいますか、まあ、中腹までいかないんですけども、ちょっと登っていったハイキングコースにありましたと。でね、この標高が2400メートルということで、ここはねどう考えても、はい、見てください、まあ、通常ねどんぐりの木があるような場所でもないですし、まあ、ここには実際ないと。となると明らかに人がここに運んだと。で目的を考えると、これはね熊に食べさせてあげようというふうに考えるのが妥当じゃないかという、これ推測になります。私もねその通りだと思いますよね。でまあ一応ここでは謎のどんぐりっていうふうにしているんですけども、まあね、この方見てください。ある目的のために人が撒いた可能性が噂されているということで、で次のねこのテロップなんですけどもね、もう話聞いちゃったからと、これね、おそらくなんですけども、このねテレビでは実はこれ以上言及していないんですが、こうもう話を聞いちゃったからというのは、誰かが、まあ誰々がですね、誰々さんがここに巻いたという話は俺聞いてるよという、そういうニュアンスだと思います。でね、このニュースではなぜか話をここで切っちゃってるんですよ。その話ってどういう意味ですかということで、これはね記者が聞いてるはずなんですけども、このガイドさんがそれに対して言葉を濁したか、なんかなんでしょうね、なぜかねここで思わせぶりにこのテレビではニュースここで切っちゃってるんですよね。はい、で、まあ、また話がねこれ飛ぶんですけども、まあ誰かですね、誰かです、誰かがクマがかわいそうだからって置いたんでしょということなんですが、これはもう今ニュースになってますように、秋田とかですね、広島、あるいはこれ東京の奥地でもそうなん、まあ多摩地区でもそうなんですけども、クマがこれ目撃されていると。で実際相当被害が出ているじゃないですか。こんなことしたら絶対ダメなわけでしょう。で理由としてはこれ猛暑の餌不足が影響して、おそらくこうもう街中といいますかね、下の方に降りてきてるっていうんじゃないかと。はい、で考えられるのは、クマを保護する団体がね餌として撒いたんじゃないかって、まあこれ仮説ですよね。こういう可能性はあるんじゃないかと、これ十分に考えられるだろうということなんですけども、やはりこのニュースではここで話を止めておりまして、ここから先には内容は全く進んでおりません。で例のね、はい、有名なパンク町田ねさんなんですけども、このセンター長がね、クマの食べ物になるようなものをハイキングコースに置いていくということは、それは絶対絶対にやっちゃいけないことですねと。これはね、このパンクさんに言われなくても、我々一般のね動物に何にも詳しくない人間であっても、これはあかんだろうっていうことはすぐにこれ気がつくじゃないですかと。でね、これはまた別のこれ方に聞いてるんですけども、どんぐりなどの放置が禁止されているなんか特別保護地区なんかあるらしいですね。でここがどうかわからないんだけども、まあ、実際違反した場合にはこういう形で1年以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられるということです。ニュースとしてはここで終わっているんですけども、これなんか皆さん嫌な感じしませんかね。どうですかね。私これ聞いてね、おそらく他の人もね思った人いるかと思うんですけども、誰々がかわいそうだと、この場合はこれクマになりますね。クマがかわいそうだと、で人間に対してものすごい害を与えるんですけども、表面的なところだけ見て、とにかくクマを撃つなんてとんでもないと、かわいそうってうわーっと泣きじゃくってる人ね、こういう人がこれね挙げたという可能性は十分にあるかと思います。まあどうでしょうかね皆さん、私この可能性一番高いと思うんですね。でね、何がこうパッと連想させるかって言いますと、これ例えばですよ、例えばなんですけども、まあこれ外国人のまあ不法移民の人たちですよね。で不法に入ってきたこと自体がこれ悪いわけでしょう。ところがそういう人たちに対して入管に収容すると、うわーかわいそうだと。いや私ね問題あると思いますよ。ウィシュマさんの一件ありましたけども、非常に不幸なことにね、この右のウィシュマさん亡くなっちゃったわけなんですが、あれはねどっ
からどう考えたって会っちゃ怒っちゃいけないことですよ。どんな理由でね、確かに彼女も不法ということになって、まあ、収監されたと。でそこまでは私何も問題ないと思うんですけども、そこでね亡くなってしまうというのは、これはね何か大きな問題があるとしか言わざるを得ないもんですから、あれはダメだと思います。でところがね、そういうのを見て、で裏に隠された事情というのを全く考えずに、かわいそうだかわいそうだと。だからこの不法にね、こう滞在している移民の人たちを、これはね、法律に違反しようが何でも構わないから、かくまってあげようと、で助けようと。でそれがまるで正義かのように振る舞っている人たちがたくさんいるわけでしょ。でもう一つ問題なのは、この2ついるわけなんですよね。一つはいわゆる性善説といいますかね、あの本当にいい人たちです。本当に何でしょう、純粋な人たちで、もうパッと見て、うわかわいそうだって、もう涙が溢れるような人ね。だからこういう人たちはある意味めちゃくちゃいい人なんですよ。ところがそういう人たちが裏にある、あの背後に隠れた問題であるとか深いところをね、考察せずに、そういう感情だけで動いてしまう。そしてもう一つは、それを裏で操る人間がいるってことになります。まあ、今回の熊の問題に関しては、これはちょっとね、そういう奥深いところまでいかないかもしれませんけども、例えばね、今回のこういう不法移民の問題については、そういうふうに表だけを見てかわいそうだって泣き叫ぶ人たちをね、はい、皆さんもそう思うでしょうって、そうなんですよと、日本は本当にひどいことをしてるんです、これは欧米からも批判されてるんですよと言って煽る人たちがいるのという、そういう構図が間違いなくあるでしょう。まあ、今回のクマと完全ダブるわけじゃないんですけども、私どうしてもね、この一件を聞いてると、このウシマさんの一件をね、私思い出さざるにはもういられないんです。川口のクルド問題がすぐに頭にやっぱり浮かびますよね。でこれもひどい話ですね。私もね、あの埼玉のこれ、あのまあ、このわらびとかそこに知り合いはいないんですけども、これあのまあ浦和とかあの辺ですね、あの辺には知り合いがいます。あと浮間府など、まあ、結構この川口から下のあたりなんですけども、ここにもね知り合いがいるもんですから、ここに住んでる人間がたまにねこの情報を見に行ったりとか、情報を耳にしてるんですね。で話を聞きましたけど、やっぱり相当これひどいっていう状況になってるらしいんですね。でまた私ね、あの不動産会社の人を実はたくさん知ってるんですけども、不動産会社の人というのはこういうことの状況に非常に詳しくて敏感なんです。それはお客さんの移動というのは彼らは掴んでいますよね。でその不動産会社、それも聞きました。まあ彼もね別にあのこの川口で不動産会社を運営してるわけじゃないんですけども、やっぱり同じ業界ですから耳にしますよね。この方都内なんですけども、やっぱり言っていました。ものすごく問題であると。であるところにね、まあこれあのマンションだとしましょう、まあ、アパートでもいいんですけども、人が住んでますよね。でそこにこの外国人の人たちが入ってくる、まあ、しかもこれあれですよ、分けますよ、不良外国人と善良な外国人、当然います。でこのね不良外国人が入ってくると、とにかくどうしようもないと。でこれ実際にあった話をしますけども、暗にですね嫌がらせを受けてもう出ていかざるを得ないような状況になった人はいると、これは実際あったと話を聞きました。で、そこが悪でしょ。で、そこに仲間が入ってくるという構図らしいんですよね。で、こういうことを言いますとね、お前は本当にとんでもないヘイトを言ってるっていうことで必ず噛みついてくる人がいるんですけども、これ違いますよね。だって事実なんですもん。だからね、私もね、あの左見り関係ないんです。事実をしっかり捕まえた上で、このようにおかしなことというのはどうなんだと。で、善良なこの移民の人たちであるとかね、で、明らかにこの人は難民だろうって人いるじゃないですか。そういう人たちっていうのはしっかり日本政府が保護するね。これはもう絶対にあの先進国として義務があると私は思ってますね。はい、これね熊の話から入ったんですけども、最終的に全然違う話になりましたが、私ねなんか共通点があるような気がしてならないんですよ。